はい、どうも皆さんこんにちは、コウヘイでございます。今日はこちらですね。はい、アニメートにて購入してきました。まあいつものアニメートですね。まあ今回はですね、こちらのねグッズを紹介いたします。はい、ということでですね、今回はこちらを購入いたしました。はい、じゃじゃん。はい、こちらですね、劇場版ラブライブサンシャインザスクールアイドルムービーオーバーザレインボーのですね、オリジナルサウンドトラックセーリングトゥーザレインボーでございます。今回こちらを購入いたしました。まああんまりね、サントラって買う人はそんなに多くないってイメージはあるんですけども、まあ僕としてはね、やっぱりこういったサントラはもう好きだし、曲として好きだし、あとやっぱり動画的にもね、サントラってたまに使ったりするんで、個人的にはこういったサントラはすごい気になってる商品なんですよね。ちなみにですね、こちらのね、サントラはジャケットがネクストスパークリングの衣装となってますね。まあこちらのね、サウンドトラックはもうその名の通りね、劇場版で使われた BGM ですね。劇中型はまた違った、BGM をですね、すべてこの中に、収録化されているというものでございます。こちらのですね、サントラは、普通の CD よりもちょっと高めですね。3500円プラス税金となっております。今回のオリジナルサウンドトラックね、劇中のムービーサイズの、曲も含めて、48曲合計あるんですよ。だ相当多いのでね、今回曲数が。100分の映画で40数曲も、あったんだなって思うと、すごい、めっちゃ豊富ですよね。はい。あとですね、今回アニメートで、CD 購入したということで、特典がついてきたんですけども、でかいっすね、結構特典が、今回は。こちら相当でかいっすね。B3 ぐらいありますね。まあ、ただジャケット絵がこんなにデカデカとね、出てるんでね。これはすごいいいなと思います。こんな感じですね。はい。ではですね、じゃあ早速ね、こちらの CD 開けていきたいと思います。はい。ではですね、詳しく見ていきましょう。表面はこんな感じでですね、ネクストスパークリングの、まあ、衣装がね、みんなありまして、可愛いっすね。これはすごいいいと思いますけども。で、下にね、セーリングトゥーザレインボーと、書いてありますね。はい、ちなみにですね、今までのね、サントラはこんな感じですね。こちらがテレビアニメ1期のサントラ。で、こちらがテレビアニメ2期のサントラでございますけども、まあ、どれもね、やっぱり衣装がすごい、この衣装のデザインがね、やっぱいいっすよね。一つ一つにこう、特徴があるというかね、なんかこう、ステージがね、なんかどんどんね、こう、進化していってるようなね。ちなみにですね、今回のね、CD 帯にはですね、またこれもいいこと書いてあるんですよ。虹のかけらを集めて、と書いてありますね。虹のかけらを集めてっていうのもね、これもまた、本当に意味深い言葉ですけども。ちなみに今回もですね、赤のメンバーカードが封入されております。はい、ではですね、裏側見ていきましょう。裏側こんな感じでですね、シンプルな、表記がされてますね。まあこんな感じでですね、サントラの、説明が、書かれてますね、いろいろと。まあやっぱね、サントラなんでね、当たり前なんですけど、やっぱ曲数が多いですね。本当に収録曲の数が多いなって、心底思うんですけども。はい、ではですね、じゃあ早速ね、CD の方開けていきましょう。はい、では開けていきましょう。ほっ。おー、すごい。なんか、おしゃれですね。またデザインが。で、今回はですね、収録曲がやっぱり、ものすごい多い関係か、2枚、入ってますね、CD が。どちらもすごいいいデザイン。個人的にはこういったデザインすごい好きです。でですね、こちらにね、曲の説明書き等がね、多分書かれているはず。そしてメンバーカードもね、この中に入っていると思います。ではね、今回のメンバーは誰なのか、見ていきましょう。あ、ヨハネだ。ヨシコちゃんでしたね。なんか最近ヨハネ結構弾きますね、自分。はい。セイントスノーのセイラさん以外は確かヨハネでしたからね。そう、こちらにはね、いろんな曲のね、歌詞が、書かれてますね。あ、すごい。この絵も載ってるんだ。いいね。はい、CD 自体の中身はこんな感じとなりますね。はい、ということでですね、今回は、こちらの劇場版ラブライブサンシャインオーバーザレインボーのオリジナルサウンドトラック、セーリングトゥーザレインボーをですね、開封させていただきました。まあ、こちらのね、CD ね、やっぱりサウンドトラックとしてのクオリティはすごい高いのでね、ぜひ、まあ、料金はちょっと高めですけども、買われてみることをお勧めいたします。もしですね、この動画いいなと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録の方もお願いいたします。ではですね、またまた次の動画でお会いいたしましょう。以上、コウヘイでございました。バイバーイ。